日本を旅行した台湾人さんの感動的なエピソードが話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのアコです。今回は日本で道に迷った訪日台湾人さんが聞いた日本人の言葉に台湾人さんから共感と感動の声殺到の話題です。台湾人だから日本が好きなんだ。世界一の親日国とも言われる台湾、ある海外メディアの調査結果では近年常に台湾人さんの好きな旅行先のトップ3に日本がランクインしているようです。日本政府観光局の統計結果によると、近年は日本による外国人さんの数も中国人さんに続いて第2位とのことでした。でもなぜこれほど親日家が多いのでしょうか。そこには様々な理由がありました。以下がその理由です。 1. 日本統治時代の名残。18世紀の終わりから日本は約50年間にわたり台湾を統治してきました。その50年もの間、日本は台湾に対して様々な貢献をしてきたとのこと。まずは鉄道や道路、さらには港を建設し、台湾の交通手段を整えました。流通がスムーズになったことで、台湾経済の発展に大きな影響を与えます。その後ダムを建設し、農業用水の不足を解消し、農作物の改良にも力を入れて、台湾の農業発展にも大きく貢献してきました。他にも台湾の子供たちに日本の教育を行ってきたのですが、日本は敗戦後中国に台湾を引き渡します。その後中国の統治があまりにもひどく、日本統治時代が美化されたことで日本に対していい印象を持っている人が多いようです。でも今では戦争を知らない若者に親日家が増えていることを考えると、日本の文化が浸透しているからという理由の方が大きいのかもしれません。また日本教育を受けた現在の80歳後半の台湾人さんは日本語を話すこともできます。それもあり台湾では日本語を勉強している人が多いようです。日本語能力試験の申し込み者数はなんと台湾は世界第2位。さらには台湾の約 30% の大学は日本語学科を設置しています。台湾では日本語塾が多く、日本語は第二外国語として人気です。そして日本製の商品は台湾人さんにとって品質がいいというイメージがあり、台湾では大人気です。そのため台湾では商品のパッケージに日本語をつけたり、日本の地名を入れるなどして商品に日本の雰囲気を持たせる戦略もあるほどです。 2. 日本文化に触れることが多い。台湾のテレビでは日本のチャンネルが複数存在していて、小さい頃から日本の番組やドラマを見て成長していく子供がほとんどのようです。日本のドラマを見て日本人の俳優やドラマ主題歌を好きになる人もいます。例えば中国語版のドラえもんやちびまる子ちゃんが人気のようですね。さらには日本人観光客が多いので、日本語メニューを用意しているレストランや日本語で接客してくれる土産物屋なども多くあります。日本と台湾の間には国交はありませんが、民間レベルでは相思相愛と言えるでしょう。ちなみに東日本大震災への台湾政府及び民間からの義援金は日本円にして250億円以上です。世界トップクラスの金額の大きさは日本でも話題になりましたが、約2300万人というさほど多くない台湾の人口を考えると一層驚くべき数字ですよね。 3. 日本食が人気。台湾では日本食の人気が高く、様々な日本のチェーン店が進出しています。日本の三大牛丼チェーン店、吉野家、月屋、松屋だけではなく、ラーメン屋の一風堂、一蘭、花月嵐は行列ができるほど大人気のようです。一蘭ラーメンでは休日の食事時には2時間ほど並ぶこともあるようです。日本のラーメン屋のスープは真似できないと台湾人さんからも愛されています。他にもカレーのココ一番や、うどん屋の丸亀製麺、蕎麦屋の明太富士蕎麦などすべて人気です。日本から来た飲食店は安いとは言えないのですが、とにかく美味しいと大人気です。また台湾のデパートではよく日本物産展がたびたび開催されているようです。デパ地下のスーパーではいつでも日本食材を購入でき、化粧品コーナーは半分以上が日本の化粧品ブランドとのこと。台湾での日本の商品は日本人が台湾で生活しても困らないほどあり、台湾の日常生活では日本商品が頻繁に使われています。
他にも日本は食品の安全性が高いので衛生面に心配することなく、安心して子供に日本の商品を食べさせることができるという理由もあるようです。東南アジアへの旅行はコスト的には低いのですが、治安や食事の面に心配があるので、幼い子供を持っている家族にとっては日本は安心できる旅行先のようです。さて、そんな親日国の台湾ですが、日本を訪れた台湾人さんの素敵なエピソードが以前、台湾最大規模のニュースサイト ET Today に掲載され話題になりました。以下がその内容です。私は日本を旅行してきた台湾人です。旅行中に日本人のサラリーマンと出会い、感動したエピソードを紹介したいと思います。私は大阪の難波という街で夜の10時過ぎに駅で迷子になっていました。本日泊まる予定のホテルがわからなくなっていたんです。そんな時、酒の匂いがプンプンする一人のサラリーマンに遭遇しました。急に話しかけられたので、ガイドブック片手に友人と討論していた自分たちが邪魔してしまっていたと思っていたら、彼は流暢な英語で駅の出口まで連れて行ってくれるというのです。私たちは拙い英語でコミュニケーションを図っていました。そんな中、彼はホテルにうまく連絡が取れていないのではないかと察し、さらにはチェックインの時間が遅くなっているのではないかと心配し、まずホテルに連絡を入れてくれました。その後も丁寧に行き方を教えてくれたのですが、私たちが説明を聞き取れなかったことに気がついた男性は直接ホテルまで一緒に歩いてくれたんです。ここまで約30分以上にもわたり迷惑をかけてしまったので、感謝の気持ちを伝え深々とお辞儀をしたのですが、この男性はなんと、君たち台湾こそ我々を助けてくれてありがとう、君たちは素晴らしいと逆にお礼を言われて驚きました。あの時は本当に心から感動して涙が溢れてきました。人と人の間、こんなに素敵な感情抜きの関係ができるとは思ってもいませんでした。本当に彼らからは学ぶことがいっぱいです。以上が記事の概要です。この書き込みが台湾の SNS サイトなどに転載されると、約1万8000人もの人がいいねをつけたとのことです。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。台湾人の反応。わお、日本語や英語に自信がないから日本に行けなかったけど、そんなこと考える時間がもったいなかったよ。すぐにでも行きたくなったよ。僕らこそ台湾の文化の発展を手伝ってくれてありがとう。僕たちも日本人に感謝の気持ちでいっぱいだよ。私も日本には何度か旅行に行っているけど、日本人はみんな優しい人ばかりね。また早く日本を訪れたいわ。日本と台湾との関係がわかるエピソードだね。感動したよ。泣いちゃった。日本人は主語を省略して話すから、人の言いたいことを察することが上手な国民だと聞いたことがあるよ。その話は本当だったんだね。日本は本当に素晴らしい国。必ず行きたい国だね。対日友好の情はお金よりも固い。素晴らしい。僕も見習って、台湾で困っている外国人がいたら進んで手を差し伸べるようにするよ。書き込みとコメントを見て顔中涙だらけになったよ。以上が台湾人さんの反応です。やはりコメントを見ただけで日本が大好きなことが伝わってきましたね。なんだか嬉しいですね。日本と台湾、国交は存在しないとはいえ、観光客の行き来が激しいこと、震災の時にたくさんの支援をしていただいたこと、日本の新幹線技術を導入している高速鉄道が走っていることなどを考えれば、良い関係が築かれているようです。外務省の調査によると、日本、台湾ではそれぞれ 60% 以上の人がお互いに親近感を抱いているそうです。このような良好な関係は今後も続いていくといいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。